すごいインスピレーション続いさ始めまーす。はーい、はいお願いします。まだこれの使い方全然わかんないですよ。終始 <laughs> あ、<laughs> はいはい、三十秒前ぐらい？うん、それぐらい。はい。最近ツイキャス調子悪いからね。うん、そうですね。うん、コメントが出て出てこなかったりするから。ツイキャス拾ってきます。おいしていい？はい。ありがとう。おかしかったらじゃあ言うね。あ、オッケーです。十秒前です。うん 5秒前でーす。お企画ステーション はい、始まりました。おきこくステーションでございます。はーい。い。<laughs> <laughs> えっと、この番組は。はい。沖縄国際大学大学生によるラジオ番組となっております。はい。コ、はい、ーナーや。曲。うんうん、そしてトークもありますので。はい、最後までお付き合いよろしくお願いします。お願いします。いますということで。今日放送をお届けするのはゆうやと。

キャピキャピしてるれ、<laughs> 羨ましい。楽しい,いやいやいや、一緒にキャピキャピしキャピししキャピしてる、俺ら。してー、輝いてるよ。あ、私はしてますよ。 なんか今日はもうあの眩しいと思います。ねえ、緊張がちょっと激しい感じで。いいな。三年生でしょ次。三年生三年生。楽しい。いいな三年生一番楽しかった記憶あるよ。本当ですか？でもそれ二年生の時もあれ言ってました。二年生一番楽しかったって言ってましたよ。マジで？もっ楽しい。じゃあ引き続いてね。一年はまだ緊張してるからねみんな。三年生超楽しいんだろうな。 まあ楽しい今年たくさん旅行に行くのが目標でどこ行きたいとあといろんなとこ行きたいんですよとりあえず手始めに22から東京に行こうと思ってそううなんかも先週ぐらいに思ってあもうだめだ先週思ってチケット取らんだと思った行動力すごいやばいホテルも何も聞日チケットだけ取ったっていう謎それって一人旅 ああ、お姉ちゃんも連れて、でも、せっかく東京行くからと思って、ちょっと機材とかも持って。あっちでストリートとかもやろうかな。すごい。そう、あと五月にも京都行こうと思って、ゴールデンウィークに外して。そうだね、いっぱいいるもん。そうだね、確かに。もうゴールデンウィークやばかった、自分が京都行きたくて、検索してたら、してたら、もう十三万とかもやばくて。ええ、と思って。あ、えっと、ホテルも。

取っとかないと深くなるね燃えてお火よもう18日から台湾行くので、うん、マジでもう初めて初海外ですパスポート取ったパスポートりました、はい、どんぐらいでパスポート取れるの

じゃあそうなんですよピーチは羽田に降りないらしくて成田にしか飛行機が降りないらしくて結局ピーチで安く取って成田で飛んで成田千葉じゃないですか東京に戻ってくるの時間差とこのバス代考えたらスカイマークとかで取った方がいいって聞いて。 移動が嫌いだからもう無理さ。無無理理さなななわけ東京のの時はピチおすすすめしししいいいいいららで飛飛行行機機何た乗っっててる好き携帯も触れか 前、東京行った時は、ずっとなんか天井員の、方とおしゃべりしてました。仲良くなって、ずっと、一時間後、喋って、そうそうそう、最後になんかお手紙ももらって。ええ、すげえ、そう、嬉しかった。もうここで働きたいって思った。働いてそうでも。本当にもう働こうかな、もう頑張ろうかな。何するんですかね、自分勉強してるかも。えら、えら。あの、あれ、この。 塾で働いてるから、この次教える単元のとか。休んでるうちにとか。全然覚えてないも小学校、中学校とか。今ゆとりがなくなってるから。小学生でもう X とか使える。あ、そうなんだ。怖くない?。あ、なんか下国上受験見てる?。見てる、見てる、見てる。あれで鶴亀んとか旅人山とか、いろんななんか特殊ファ出てくるじゃない。もうあれが、もう。 ななんか記憶になくてあすごいっっ小学生すごいって思ってたんだけどなんか最近 SPI の勉強しようと思って参考書買ったらそこにがっつり出てきてあ <laughs> <laughs> 勉強しなきゃそれを小学生のうちにね<ー>すごいなり勝てねえなとりやばいですもん中学校英語で自分このまま分からないのが出てきて何だろうと思ってもいろんな教科書開いたら高校英語自分なんか時代だったら高校英語で習 すごい。すごいね子供ね。頭めちゃくちゃいいさ。負ける本当に。負けないように頑張ろう。点数下いや頑張ろう。点数どうでしたか木曜。ね上げます。はい。じゃあ紹介しますか。お願いします。この番組はメールを募集しております。 アドレスは761 at mark f m 講座 z d o jp 761 at mark fmkoza dot jp です。見えないかな。ツイキャスの方ね。はい。あとツイキャスユーストも配信してますのでお願いします。お願いします。お願いします。はい。タスじゃあ今日曲紹介なんですけど誰だ。はい。おはは曲紹介誰だ。 なんだこの天使ついていけないええなんだ何流すんだえっと1曲目はですねなんかあべマオさんの歌なんですけどおおあべまおさんか絶対いより子が反応するだろうすぐだからバレンタイン近いからなんかち,ょちょっとなんか可愛い系恋系の歌がいいかなと思ってあべマオさんの「天使はいたんだ」っていう歌なんですけどなんかあべマオさんって結構女性目線でちょっと。 なんか辛い系の曲が見えた。この曲男性目線だわけ。かこの天使はいたんだっていうのがこのああなんか好きな子がいてその子が舞い降りてくるっていう歌。なんか可愛い。そうなんか僕を選んでくれてありがとうみたいな歌詞があるわけ。少ないな。そんな歌です。じゃだから皆さんちゃんと聞いて。オッじゃあお願いします。聞いてみていい？ 高くしたら歌いやすくなります。逆に逆にああってならないのじゃあだから自分この曲歌うとき4つキーあげて<お>んですよスーパーフライとかの,あの愛を込めてントの歌とかあったらマリイさんあの曲だったら男の人がくいたとき6つぐらいあげればへ<ー>げええどんなあれになるのどんぐらいになるの ?6 つもあげたら六つあでも高くして低い声で東京へあ。 六つ上げても低い声だったら。愛を知って輝き出すんだーらんさん。低い声だった。はい、待って、かち、待って、曲違うや。ね、ね、ね、なん、なんだろう、<laughs> この歌って思っも。間違うや、輝く月のようになる。<laughs> は,いはい、はい。愛を込めて、花束王の、花束をの。終盤からさ、なんか。ピンクグリーンレットみたいなやつさあ。ああ、あっち、絶対歌えなくない。絶対。

リレーションギャップだったのがさ、中学生のもうのソングが伝わらないよ。はい、引き続きやっていきましょう。はい、はい、<laughs> さあ、早速ね、もうコーナー行きましょうか。うん、はい今日コーナーをするのは誰だ <laughs> はいと <laughs> <laughs>、はいうこと、ね、でね <laughs>、はい、さっき曲も流してちょっとなんかバレンタイン系の話をしたんですけど今日の企画はですね<い>とゆうやさんには、えっと、バレンタインデーでチョコレートをもらいたいなんかシチュエーションだから、うん、これがなんかもう高校生の時でもいいし。<laughs> おおお大人になって経済力があるときにもらいたいものを人をシチュエーションの逆を女の子たちには考えてもらえす。だからあげたいものをあげたい人シチュエーションをシチュエーション大丈夫だよ <laughs> なるほどなるほど全然いいっすよ 引かないでね。引かないですよ。二三はちょっと後に取っておきましょう。最初じゃ耐えられない。誰から行くじゃ。んピオじゃん、メルヘンピオ。まあまあまあ。安定にこの、この線で来るだろうって言われてる日和子から行きます。分かっちゃってんのみんな、バレてるのか。でしょう、もう、あの。 あのスカットジャパン系でしょ胸キュングなんかそんなしてバレてたらちょっと違うとこ行きたいなぁなんかみんながびっくりするような感じのねはいじゃあ私の理想のバラバレンタインはそうですねまず年代年代年齢は自分のねはい高校生 もう日和子だもうみんなもうああそううみな全然全然トップバッターだもんこっから日和子通りでいくか引くかのどっちかだからああえっと高校生で制服着てますねはいはいはい想像してくださいみんなさんで相手のご年齢は高校生だと学年が同級生同級生はい高校学年は2二なぜ2か 特に理由はありまはん。はいはいで2年生ってなんかちょうどよくないですか確かに受験もないしねにうはいあああ慣れてまあ私の理想はバレンタインは好きな人にあげたいので片思いしてる人に席が出てきそうなんでちょっと別の方にせませんああオッケーオッケー <laughs> じゃあちょっとパス <laughs> パスパス楽しみにしておきましょう <laughs> じゃあ一旦一回いきますか。なんでなんで一旦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 ね。はあ。まああそこはもうちょっともう盛り上がるとこだからもう。そうだよね。もう不動の一位だから。帰らあそこあそこから一位は取れないですもう。自分もやりたかったうん。費用の前にね。え。 でもあれの後にやるの絶対きついよ。ねじゃあ先にやろう。ああ、ゆうやさんの気持ちよく。ああ、ゆうやさんののはもう、ははっ、つなげてくれ。みんな多分引いていきます。じゃあ自分、中華が。まず、年、自分の年は自分は、さっき費用にも言われちゃったんだけど、高二。おお、高二。で、相手は相手の年は先輩。 三年。高三。高三の。でしかもインターハイ前。じゃインターハイじゃなかった。インターハイじゃない。なんでバレンタインだよね。インターハイ出てきた。インターハイじゃない。バレンタインでですよね。失礼しました。卒業前と大人の両でした。うん。卒業前に一緒に練習部活。しかもこの部活。待って何部何部何部？え、そこ重要。待ってはずい。違う。あれ、自分陸上やってたんで、陸上で。 <laughs> 陸上でこの部活を見に来てくれたみたいなうん、うん、見に来るんじゃなくて一緒にじゃあ最後だから一緒にやっていい入っていいって言って入ってでなんかバレンタインですよねその日で練習,練習一緒に終わってミーティングも終わってありがとうございましたってもう着替えるじゃないですか6時ぐらいね,時ぐらいね夕方ちょうどでグラウンドでこの先輩をちょっと なんか先輩といつも帰る時も会うからそんな感じで「あ先輩」みてなんかあって「渡したいのあります」って言ってななんかねねいい、くやば手作りのチョコを「なんか、はい先輩なんかいつもありがとうございます」って言いながらねっっいを思いを言って渡して「ではバイバイ」見てなんか自分のこのキャラ、キャラでも。 あ通して照れてないよみたいなつもの感じでやりながらダッシュやっぱ「先輩バイバイ」みたいな「お疲れ様です」って言って返事は聞かないんだ私でもすぐ帰るの私でこ怖いこれ妄想ですよ妄想だけど怖いんですよ一応なんか返事はあ後からでもいいかな後からマッチ本命かどうか分からなくね本命

分かんない友達みたいな感じでやって「うんうん、あ,あの時」みたいなあバレンタイン終わった後に聞くのもいいかなってあと、うん、からもう乾かくなるからもう終わってるー赤いね。 これ聞く分にはめちゃくちゃ楽しいです。ね言うなきゃ初めかしいてれって自分も言わないといけないやつです。もちろん。あんたの企画で。企画だよ。ゆうやさんの前に言おう。ゆうやさんの前に終わろう。すイキャスヤーマンさん。はい、さーって来てますよ。はい、さー。いやいや、別に。はい、さー。はい、さー。ヤーマン。 いややまやまーやまーやまやますいません最後まで聞いてくださいお願いします胸キュン感が今日やばいですね胸キュンっていいです絶対胸キュンって体にいいと思わない体にいいいやどうですかな私の胸キュンは体に悪いです なんだろ上気なるなんかサビみたいな盛り上がりのところから消えたからな全然あのバレンタインと関係ないですけど私あの好きになったらもうとことん好きになるタイプなので苦しい気づいてます苦しい苦しいんですよもうなんかあの多分健康に悪いと思いますそれはめヘラかなめヘラかななんか痛い子みたいな感じで捉えられてるかもしれないですけど。 なんだろう。なんか節々が痛くなるんです。体のババババヤけ。違う違うそういうことじゃない。心臓が痛くなるのわかるよ。心臓だけじゃないです。肘も痛くなる。あもう肘もだし。ババアやっけ。違う痛が。違う違う違う。だし、あの足も痛くなるし、なんか歩けないみたいな。だからババヤンけ。だから違うんです。考えたら考えるほど痛い。そうなんですよ。例えば大学で、が授業、あこの授業一緒の。 一行だって思っただけでもうそこからどうしようってなって乙女くないえでもどうします自分が好きな子が好きな子を思って肘が痛いんですよえ何何なにそれどういうことじゃあその好きな人と喋る隙もずっと痛いのあはなんか逆に喋れてるからいいんですけど喋るまでがもうあと喋った後はお腹いっぱいになりますお腹いっぱいなんか例えばなんだろう ご飯買いに行くとするじゃないですか。実際あったんですけど、が、おの、が、あの、あの。ご飯買いに行くときって、お腹空いてるか行くわけですよ。そりゃ、そりゃ、そりゃ、そうだ。そりゃ、そうだ。そし、てその時に好きな人と会います。喋ります。は喋った後にお腹が空いてない。いいダイエットだね。はい。 っていうのが私の場合あるのでなんか絶対に健康に悪いんですよ本当に恋の病ってこのことかって感じです会ってる時痛くないんでしょ会ってる時は痛くないですけどもうなんか震えが関節痛ねもう違う違う違う喋ってる時に挙動不審になられたちょっとこっちも好きな子好きな子を思うとグルコサミンが減るってやつ怖い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 こいつ何こいつ何みたいなまあそんな感じなんですよだからそういうありのままを受け入れてくれる人が

えね、うん、うーんなんか甘酸っぱいのもいいんだけど逆に大人の恋愛もしたいなみたいな感じでだから、うんいいね、自分がもし、うん、あじゃあ24ぐらいで、うん、で先輩先輩、うん、なんかこの会社なんだけど会社に就職できたとしますうん、うん、で24歳ぐらいでちょっとだけなんか、うん、24歳って1年目ですか 二年目あちょっとだけ落ち着いた頃かうんに何、うん、かこのなんかもうこの二年の間にちょっと憧れの先輩ができるできるで参考上ぐらいでちょっと仕事を教えてもらったりしてあなるほど、ねうん、そう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 ちょっといいなみたいなはい、はい、なる人ができたとしてでねもう一応なんか手作りは 付き合ってからあげたいってなったんですよ。自分の中でこの <laughs> ゆうやさんみたいに潔癖だったら <laughs> ちょっとこのね。ママいるだろうね。今、ねね、なんかこのこういう話って仲良くならないとわからないから、そうだね本当に手,手作りとかね。知らない。子の手作りとかちょっとダメな人だったら困るのでうん、うん、最初は。 手作りじゃなく市販のちょっといい感じのちょっといい感じのね高すぎずやすすぎずいい感じのやつをちょっと持ってきてるんですけど、うん、なんかもう会社では私ぐらいな私ぐらいからうんってなってるうちにもう退社する時間になって<ん>退勤する時間になって<ん>ああ渡せなかったなって思って歩いて車のところ向かってたらこの人立ってて 待ってたよーみたいなもらえないと思ったみたいなあそこで私えその人も絶対好きさ <laughs> ねそれは妄想だからどうだっていいですよね<笑><笑>いいねのそれ <laughs> っていうのはなんか、うん、うわ素敵だなって <laughs> 憧れっていうか、うん、あ両思いさーってなるねうんいいですねそれはもう熱くなる <laughs> チョコが溶けちゃうう,うわあ <laughs> やばい <laughs> や,ば<ー>やばい だろう言の今たりしないかすっきりすっきりあーってなるんだ。っていうのがあったらね。俺、このたり喋ゃるのか。甘いな。甘い。そう。はあ。なるといいね。これがね、まさに。ないといいね。あと3、4年後か。4年後ぐらい。どうなるかな ね、次、自分ですか自分、んーですね、もうバレンタインデーの日に別に大した予定もなく、三浜に行くわけですよ。二桜 <laughs> っ, <laughs> っていうか、あのストリートライブをしに三浜に行くわけです。 であの別に予告もなく、まあ、い,つもいつも予告しないんですよやる時あのやる10分前とかに今カストリートありますみたいなツイートをポンってやるんですよおうおうでそれを見て急いで来てくれるわけです相手の女の子はもう本当にっていうか今もうナ年はなうあ年, <laughs> 年はナウの話あはは今のいは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 <う>いは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 いいはいいは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  あまあ、いつも来てくれてる体でので一応まあ何回か会ったこともあって喋ったこともあって何も言わずに聞いてくれて、まあ、ちょっとお客さんも入ってきてでも終盤だったらお客さんも帰っていくんで,あのでその女の子だけ残っててでも最後の歌ですって言って歌って「いつも関係っす」みたいなの置いてるんですけどなんかいいここあなんか。 お金とか入れてくれる人もいるんですけど最後にあのお金じゃなくてチョコレートをそって入れてくれるっていうもう上手だねそうだからこの子のさっきの阿部真央さんの歌をその最後に歌いてその子一人の時に最後に歌って入れてくれるっていうじゃあれの曲の最後があのあれだわけなんか。 天守はいたんだ僕は君を見つけたってとこだわけ<ー>で曲が終わって入れてくれるっていうおいいねあってことはエイターはその人が好きってことそうそうそうであっちも好きだったって言ってうて、うん、<laughs> 天守が舞い降りたそうそう見つけて入れてくれるっていうう,ん、うん、うわ。<laughs> めっちゃいいわはい甘い,甘い甘い,甘い あんまー胃もたれしないここからここからですよ胃もたれタイム皆さん胃もたれタイムが誰が胃もたれタイムがゆうやさんちょっとやめてください胃もたれタイムとかあっさり行こうかじゃあ今自分自分は自分で次女の子ってことではい私ですかちょっとあれあのあんまりあのちょっとなんだろう妄想が膨らんで なんてうの爆発した爆発してしまうと気管支がだいぶ弱まってるので今日は冷静に話したいと思いますはいどこまで行きましたっけさっきさっき高2であっちも同級生でああ超普通ですよ正直全然いいよもう超あの私普通の恋愛がしたいのでんうん全然待って待ってみんなが苦笑いどういうことそう、普通の恋愛がしたいんですけど え高校2年生、うん、2> 好きな人その相手は、うん、で、うん、どういう人かなちょっとちょっと人気があるぐらいなんですよいななんていうんですかね<ー>ミスターにはならないけど、うんまあ、好きな子同級生に2人ぐらいは思われてるだろうぐらい、うんうん、そ,うそうなんですしかも 誰に聞いてもあいついいやつだよねっていう人なんですよ、うんうん、同性に好かれてる人いいよねそうなんですよなそうなんです、うん、お返ししますはい、はい、はい、そう同性に好かれてる人めっちゃいいでその同性に好かれてる人です相手はお、うん、で私も好きな人ですで、えー、バレンタインの日にバレンタインの日のうん,日うん前日に LINELINE をします

LINE、まあ、して、うん、あよいいよって来るじゃないですか、うん、で翌日あドキドキしてもう,もう授業なんて集中できないんですよ、うん、でもその時間もまたいいみたいなわかりますかドキドキして待つ時間ねはいその人同じクラスなんですけど、うん、なんかちょっと目が合うなんかあっちもちょっとあれ今日バレンタインだなみたいなもしかしたらみたいなもしかしたらっ,、うん、っていう感じで、まあ、放課後になって、うん、こう

そんな言わんわもう今で引かれてだからよもうもういもたれもういもたれしてますあっさりポン酢でいこうそれでまああげて手紙を添えますそこにおチョコと一緒にねあじゃあ手紙も読んでねって言って渡してじゃって言ってダッシュチーカーと一緒返事聞かないタイプなんだこれは後日言ってほしいことっていうか 直接好きっってて言ないので手紙に書いてあるんですよ好きですみたいな感じで相手がいつか返事するの待つみたいな感じはいそれってあれだよねじゃ俺ずっとさいつも疑問で思うことがあるわけなんかさ「好きで付き合ってください」で返事来るんで欲しいならか好きですってその後はどうしたらいいのかすかそう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 返事くださいとか何か つきあいたかっただけなのかそうそうそのパターンも悩みどころだなじゃなんか疎遠会なんかっていうなんだろうな今の自分自分の気持ち的には付き合いたいっていうよりかは伝えたいほらこのパターンもうめっちゃ嫌なやつほんと じゃあもし好きですって伝えたとするさ、どっちもじゃあ好きですって言ったら、それオッケー。じゃ伝えたかっただけなんでパターン。ああありがとう。ああ超思いだね。っつ付き合う前の？その後は、あでもどうですかね相手によります。え好きなんでしょう。あじゃじゃじゃなくて、相手の反応反応。なんか好き。あでもどうするんだろバイバイと同じ。確かに確かにそうですよねそうですね。あそっか。 めっちゃバイバイとかでもサイコパスでしょめっちゃ。そっか。あじゃあもう両思いとなったら付き合うかもしれないです。えけどそのパターンってさどっちが先に切り出すのかななんかわかる？ああどうするみたいな付き合うみたいな。あ男がわじゃんあちょ気持ち伝えたからこっちも伝えないとなみたいな。付き合うってあ別に伝えたかっただけなんでって言われたらもうさいや。えなんで？まじかえそこはまあ付き合うのかな。 でもなんんかあんま付き合うっていうのがちょっと慣れてないのでなんか気持ちをとりあえず伝えたいっていうのが先にきて付き合うってことまで考えてないかもしれないですなるほどね、うん、あでも両思いだったら付き合うってなるんですよねそっかそこまで考えてなかったじゃあ付き合います フッおめでとうおめでとうおめでとう,おめでとうありがとうございます14個記念日さん <laughs> や,っっ <laughs> やったーやっと巡ってきたでもあれだね今聞いてたらバレンタインデーにちょっと待ってバレンタインデーに好きですって伝えてチョコを渡すさホワイトデーまで待っつってないんだねと思った、うん、っホワイトデーがあるからえか長くない,、ね、長いか1ヶ月は待つのありです なんか忘れそう,いいう忘れそう？好きだったら忘れないでしょ。<laughs> 違うなんかもうああの時は好きだったって言われてシそう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 。<laughs> <laughs> えみたいな。<laughs> なんかまずホワイトデーに返事ちょうだいって言われて来月かよって。あホワイトデー来月かよってなっちゃう。に顔かなもちろ迷うしねこっちも。ち いやだなんかホワイトデーに返事ちょうだいって言われたなんか義務感みたいななんかホワイトデーに必ずなんか返事しないといけないんだっていうなるほどね来週でよくねってなるんですよいつでもなんかこの人のタイミングでいいんじゃない難しいねだだっそれだったらもう早く返事して OK もらってちゃんと開始したい十四日にね三月のいいね ウウェェイイみたいな実は俺も好きだってよパターンはないんだねここはそしてゆうやさんはボスがいるぜボスがボスいきますいや全然普通だよ俺これはあツイキャス来てますよミキちゃんさっきもミキちゃんやっほー久しぶりにみんなの声聞きたくなってちょっとだけお邪魔しますって来てますありがとうございますおいミキちゃん ミキちゃんなんかあるバレンタイン聞かせて聞きたいですバレンタインの思い出聞きたいな待ってますもう読み終わり気持ちあるりますからね表現が下手なんですね。じゃあ俺の重い話行く前に CM 行きますかこれで一回リセットしましょう CM ですどうしようどうしましょう 残り三十分、ゆうやさんの話。三十分ゆうやさんの過去の話も聞きましょう。あのなんか俺夏の聞きたいのあった。夏のも気になる。なっちゃんあるの？ゆうやさんの前に一旦なっちゃんマサンっていや。ええ考えてなかった。いやどんなでもいいよ。もうインスピレーション頭から感んできたもの。恥ずかしいで。うん。あわかった分かった。オッケー。大丈夫？いいですよ。結構意外に四人喋ったのに意外に。結構。 食後ね司会やってるだから時計止まってると思った時計止まってるでも何あああれ止まってるあれ止まってる止まって止まってるひひよ子大丈夫ずっと咳してます体調悪いのかな大丈夫かなあ開げたらトロッチいない 大トイレかなああうんう,行っないうん、うん、内緒なんですけど明日ひー,ーの誕生日会するんですよ <laughs> 大丈夫かな、うんあ 誕生日なんだ違うんですよ12月に誕生日だったんだけどなんかできなくてああそれでなんか明日になっちゃってテストも終わってからやろうってなって大丈夫主役いなかったらどうしようありがとうっうめっちゃここに冷えピタとちちょっと布団入って話聞いていいっつってはい はいはい、はい、続きやっていきまーすはいということでえっとツイキャスみきちゃんからまた来てますよお,お菓子とか作れない女子ですからかっこ笑 本当にみきちゃん作りそうですよねめっちゃ器用に見えるわけみきちゃん見えますね見える女子力高め高そうだよねでまたみきちゃん軽量がめんどくさいから適当に入れる大事だな適当にやるからそのためお菓子作ったら成功しないさっき待ってきてますあディアアデあれ適当じゃないのあれって目分量 ちゃんとすり切り棒みたいなやつ使っているあの,かのかな、ね、あのチーズケーキとかあった以外に目分量とかでいけるけどあのチョコレート系はちゃんとあめっちゃお菓子作るの好きなんですよ、えー、<laughs> 教えてもらったらミキちゃん、ね、<laughs> チョコレート系 <laughs> チョコレートを焼くときはもうちゃんと分量分からないとダメブラウニーとか作るときついていけないわ <laughs> クッキーとかは別にもう測らなくてもいいあのクッキーとかだっ逆に見ながら水とか足してった方がいいんだけどチーズケーキとかも意外にそんな見せられないんだけど、うん あ,、ね、あチーズケーキもレアチーズの時は固めるんだったらちゃんとあれ固まらないわけちゃんとやらなきゃあかんないと。<ー>とつ,ついいベイクドとかだったら結構あの甘さ調節しながらでできるんだけど、レアチーズとかブラウニーとか作るときはちゃんとあかんとダメです。やばい。食べたくない。あかんないとどうなの死ぬの？なにどうなの？チョコレートケーキとかは。なんかと焦げるんあの焦げるんですよすぐしかも。けどしかもチョコレート自体も甘いし、それにあのいろいろ。 薄力粉とかそんなの混ぜていくとあの硬くなったりとかがすごいんですよああいうの美味しくなくなるんだ単純に <laughs> 食感とかあと焦げちゃったりとかがすごいんですよ<ー>ブラウニーにめっちゃ時間とか見ないとやばいっすよあれ余熱一回ちょっとレンジつけて余<然>熱とかもやらないといけないんですよやばいめっちゃ目もめっちゃメモ <laughs> じゃあ目分量なし目分量でけるお菓子ってなんかない簡単で料理あクッキークッキーってみきちゃんクッキー作りましょう ミキさんのクッキー待ってます。<laughs> 待ってます。ズーズーしい <laughs> めっちゃずずしいこいつ。<laughs> こんな感じですかねー。はい、<laughs> あ、ミキちゃん今の対して来てますよ。はい、何女子力高っ教えてブラウニー作りたいって。俺ブラウニーが今いまだに何なのかわからないんだけど。何ブラウニーって。軽い。チョコケーキちゃん。うん。どんなの。チョコ。カップケーキしかわからない。<laughs> <laughs> チョコケーキなんか。うん。なんかうん。 チョコケーキ <laughs> チョコケーキあ <laughs> みたいな感じの了解ですちょっと硬い硬いっていうか <laughs> <laughs> あれ買ったんですよあのディズニーにうん。 てるこのなんか半ドーム型みたいな半円型みたいなクランチみたいなそうそうあれ簡単ですよカップケーキみたいなやつ違いますドームケーキあのクランキーみたいなチョコレートでザクザクしたやつクランチみたいなやつあれめっちゃ簡単じゃんマジ普通にあのフレークあるさあれ潰してで食感あれ出すためにナッツとかちょっと入れるわけよあのスライスナッツを一緒に潰して普通にホワイトチョコとか あれをこのスプーンの形にスプーンに混ぜてからチョコレートと一緒にスプーンに入れてボンってやってスッて出すおお<ー>だけであのディズニーの食感あれ出せるマジわやろうチャレンジするお手軽だねお手軽意外と本当に簡単だった、うん、チョコホワイトチョコとあれで作ったいちごみたいなうんいいハートで作った、ね、て女子 残りまだ妹で兄さんたちが残った。妹れ兄さん。その前に。なっちゃんが。なっちゃん。急遽。全然いいですよ。永遠と語れますよ。全然いいよ。え、じゃ、あいいですか、私の。じゃ、妄想シチュエーション。はいはい。じゃ、もう、設定はですね、じゃ。うん、もう大人。で。二十代。そうですね、まあ、二十代。 年、ね、はあんまりこだわらないです。彼氏と同棲して5年目いう<ー><ー>ことはもう20代後半ぐらいそ<う> ?7 ぐらい、まあ、まあまあまあ、そうですね。まあいいんですけど年齢はいいんですけど <laughs> <laughs> でちょっと忙しくなってしまってるんですよバレンタインの,この時期に。ちょっとそういういいお互い相手は 自分がです自分がちょっと忙しくなってしまってでも、うん、あもう今年ちょっとバレンタイン何もしてあげられないなと思って先にい<ー>言っとくんですよ、感じにごめん、ちょっと今年のバレンタイン何も用意できないかもしれないってそしたらかったって言ってそれから忙しいちょっと日々が続いてちょっと距離が空いてしまうんですようん、うん、で、そしたらこの職場で仕事しているときに友達からメールが来るんですよそしたらきょう誰々君と遊んだよみたいな。<お>え えってなるじゃないですか。あ、もうちょっと忙しくて、最近一緒にいられなかったら、そうそう、頼められない。あ、もうちょっと愛想尽きたのかなって心配にちょっとなるんですけど。なるんですよ。で、そのままちょっとお互い距離が空いてる日が続いて、で、バレンタインの日に。ちょっと夜遅くまで、仕事やっぱり残ってしまって、で、もう夜のもう十一時とか十二時に帰宅するんですよ。スタッフ疲れたって、もうバレンタインのことなんて頭にないんですよ。で。 バーであた,ただいまーってパッて開けたら机の上にチョコレートケーキがあるんですよ。えっったらそしたら彼氏がパッて来て「おかえり!」みたいな「今年は忙しそうだったから俺の方から作っちゃった」あ<ー>「<laughs> 好き!」ってなって逆チョコそうですね友達と遊んだっていうのも,も、ね、その友達からそう。 教えてもらってた。なるほど。っていうのが理想。すごい。いいね。あ、すごい。いいね。わ、めっちゃいい。なかった発想が、もう、全然、今、一番食ってきた、今。やっそう、作ってほしいなあっていう。逆に。なんか一生懸命、チョコレートとか塗ってるの、想像したら、可愛くないですか。ね。 嬉しいね。逆にもらえくれてるうん。なんかね。バイト先にね。この高校生なんですけど、男の子外人さんと付き合ってるんですよ。女の子の外人さんとであっちはなんかこのレディーファーストの世界だからって言って、チョコレートもなんかこのあげたらしいです。逆にもうすぐもう。もうダンディなんですよ。この子。 いいね、かっこいいなっていうのを思いますやっぱりここでさつきますよね日本人と付、ね、<laughs> なんかねつくと思うほんとにすごいいい話が続いてますが2323 <laughs> 頼みますどうと気にぶち壊して <laughs> <laughs> みんなで湯もたれして帰りましょう <laughs> いやでも全然俺普通だよほんとにうんうんえっとじゃあ年齢年齢っていうか、まあ、時期か時期じゃん年齢は、うん、まあ今ぐらいでいいや 今大学四年生、四、はい、年生でで相手も同級生でバレンタインが十四日だけどまあ、前日前々日くらいにあっちの方からちょっとチョコ買いたいからついてついてきてくれないっつってまあ運転してってもう暇だから全然いいよっつって付き合ってるんですかその付き合って付き合って<ー>友達としてで二人でまあどっかデパート行ってチョコ買うわけうん、うん、でその 女の人はずっと、うん、どれがいいかなこれがいいかなってずっと探してるんですよ探してていくつ買うのって聞くわけ俺がうん、うん、で本命のチョコと義理、えっと、チョコの2つを2つ買うって言ってるわけうん、うん、本命って誰っつって,って、うん、いや絶対教えないしみたいな感じだわけあ、まあまあ別にいいやと思って <laughs> ずっとこうやって、ね、選んでるわけで、まあ、選んで買ってでまあ普通にご飯とか食べてじゃあバイバイって送って帰ろうとしたら あそばチョコあげるよつってチョコパッと渡したのが本命用って買ったチョコを俺にパッて渡したはこれこれ本命って言って買ったやつじゃないさつったらいや本命がお前だからあんただからみたいな感じでもらうやつえいいと思いますよめっちゃいいと思いますいいと思いますなんか思ってたより普通になんか思ってたのときだから直すとさだから普通とさ でもそれ絶対現実できないわけ俺おチョコ食えないからあであそなですそっちちゃんと買ったやつっていうちゃんと買ったやつとかんだろう板チョコとか無理だわけきっとカット食えるわけ中になんかサクサクがあるから板チョコとかギリギリアルフォート食えるぐらいすごく気になってたんですけどなんかこの昔泣かしたっていう話をバレンタインの日ですか泣かしたのは女の子を <laughs> 何があったのかちょっと聞きたくないやでもこれ俺悪くない俺悪くないって言ったらまた違うかじゃ <laughs> 俺悪くない俺悪くない <laughs> 話,話を聞きましょうし当時当時つきあってた彼女がいて、はいはい、でバレンタインにチョコケーキをもらったわけでっかいおおやべーボーンっつって、はいはい、でわっつって、まあ、チョコケーキ好きだから、はい、パッと来たらもチョコだわ、OK、け。はい 食えないと思って落ちこ嫌いって言ってなかったやと思ってであっちもなんかテンション上がってるわけ今食べてみたいな感じですそう食べてみてみたいないやでもフォークないしみたいなこと言って家で食べるよっつったらカバンからんかプラスチックフォークすげはあってなってで俺はもう食べてうえって吐くよりかはもう食う前に用をう思ってその方がまだあれだからごめん実はチョコレート食えない あっちゃんなんかなんだろうそんななんななていうその私俺俺を知らなかった自分が情けないって言って泣いてあっ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 ってなってでその学校の放課後のすきがされたお、はい、<laughs> 周りみんな見てるさ <laughs> ゆうやが泣かしたみたいな年 <laughs> <laughs> からの批判がもうその時は我慢してても食えみたいな感じになって。<laughs> <laughs> って ノンフィクションでつらい。ああ。もう、もう我慢して、くこういうなとですか。いや、出てしまう。ああ。ば。なんか、その後に、何かしたとかないんですか。挽回しなかったんですか。ホワイト、ホワイトで、なんかやったかな、俺。したかった。これ、したかな。めっちゃこぼ。ええ、やばい、やばい、やばい。あ。え、え、え、別れたのかな。いや。え、何もしない。あ、何もしない。ああ。 怖い話だった。え、ホワイトで何何したらいいの？チョコあげたらいいの？あ、自分ちょっと作るんまあ何でもお返しと嬉しいじゃない。お返し。てか自分あれなんですよもはやホワイトであの大量生産。ああ作る。でみんないろんな人にあげるます毎年。去年とかあったバイト先の人たちとかにあげたりとか。 <laughs> 高校の時とかはもう友達の誕生日に,にもう毎月三つぐらいケーキ作ってましたいろんな人に食べたいとか言われて作ってたいつもチーズケーキを謎に そう学校で,で<に>学校でだからみんなでだからそれで誕生日あれができるみたいな。ダメだ,だ俺。<ー> <laughs> ハッピーッアワーでできるっていう友達の反省会始まる。反省会始まっる。ダメだ俺本当に。ダメだ,めだ聞くんじゃなかった。<laughs> ごめんなさい。<laughs> じゃあなうんうん。えマジか。じゃあでも今後こういうことがないように。 なんか前そう、ね、もう常にチョコレート嫌いチョコレート嫌いってずっと歩き回ってる冬にゾッとする話ん寒く、えー、絶対みんんなあると思うんだけどなそういう話。ねチョコレートね、うん、なんかバレンタインだからチョコレートって思いがちですけどねみんなだけどなんか他の国ではねバレンタインチョコじゃないとかいうのもあるらしくそううん,ん日,本日本だからこうなったのかな。<laughs> チョコレートにとらわれなければね、裕也さんも行きやすいですね。本当にね、クッキーちょうだい、あいつ。クッキーだったらいいんだ。クッキーだったら全然いる去年みたらし団子作ったかもしれない。なんかいろんな作った。も作って、クッキーも作って、あさっきのあの。クランチみたいなやつも作ってみたいな。すごい。そうそう。へえ。わお。 見習わないといけない将来パティシエなの将来は歌ら歌いながら作るファンサービスは自分で作ったやつやばあ、メール来てますよみきょさんから来てます親方です親方おつおつ今週バレンタインあるのね、わらチョコレートもらったことないようなあるようなないような、わらわら ないななないな <laughs> 行ったらそれを殺されるから俺があ,れあります、ありますよね <laughs> 福岡の可愛い子からチョコレートもらえねえかな写真で俺からバレンタインのやつもらったん写真で俺からバレンタインのやつもらった気になっ,もうなっててあっ<ん>もらった気になっててでみきおさんから写真を送って,てるこれくそ<う>れたんみきおさん料理めっちゃできるわけ、えー、ちょっと見たいやばいやばいいいイチゴのタルトみたいな ケーキかこれそうそうそうたまに持ってきてたこっちにケーキ作ったっつって親方女子力です全然んかイメージがわかないねギャップ萌えだギャップ萌えあの感じで作ってるんですかなあの感じでおいしくなれっつってグラサンですかグラサンでグラサンでグラサンでグラで知らんけど めっちゃ美味しくな、あれのトーン引くそう。<laughs> 美味しくなーです、<laughs> あれしく。<laughs> あ、ま、ずだよいった、殺され、殺される、殺され。やめよう、や,やめよう、やめよう。あ、でも優しいから。ちゃんとフォローね、ちゃんとフォロー。次、次来るときは、もうあれっすね、もう。もう予約で。みきおさんのケーキを。ねうんうん、作って、作ってっって。で、本当に、うまいよ、めちゃくちゃうまい。マジっす。えー、え、作、食べれるんですよ。 チョコレートじゃなかったあ、れ我慢して食べたんだ、手作り。手作り。俺手作り無理じゃないからね。全然もう、道路なめれるし、全然。道路なめれる道路なめれるし、全然。えそれか違う。それは違う。これき聞いたわにちょっと結構。これですか。んかんない。じゃあ、チョコレートを塗ってみて。 ちょこつこつこつさそのチョコレートついた手をペンペンペンってやってでそれも俺ちょっとそれはないわと思ってそれでも全然また違う意味で惹かれたねあ、終わろうかも時間かもあとおメールあと50秒ですかミキオさんしか来てないけどなミキオさんどんなとる？どんな人ねすみませんちょっと待ってくださいねすいません 大丈夫ですかね。じゃ、なんかもすいません。すいません。よかったけど、寒い日でね、あったかいのしっきでよかったね。はい。最後に寒くなったけど。よかったえ、誰のせい?。誰、誰、誰のせい?。誰、誰のせい?。ご想像にお任せします。ということで、今週の放送お届けしたのは、ゆうやと。えいとと。モエと。ひよりこと。チーカと。夏野でした。来週もお願いします。お願いします。バイバイ。 何最後。<laughs> <laughs> <laughs>